公認クレッカは、オランダ及び、ベルギーの特定の企業や非営利組織に、それぞれの国の王あるいは女王から与えられる、栄誉称号である。日本語に直訳すると、王のという意味である。1807年に、当時ホラント国王であったルイ・ボナパルトによって、初めて導入され、文化的な団体に対してこの称号が与えられた。公認クレッカという称号を与えられた、企業。 団体は、英語圏での名称には代わりに、ロイヤルを選択できる。日本語では、王立と訳されることが多い。KLM の1919 19年の広告オランダの、君主は企業あるいは組織に王室の称号を与える権限を有する。審査を通過するため、企業あるいは組織は、以下の条件を満たさなければならない。原則として、 君主は一営業部門につき一つの王室の称号を与える。政治的あるいは宗教的目的を持つ組織とともに、医療及び金融企業は除外される。ベルギー国王は少なくとも50年以上続く。ベルギーの企業あるいは団体に対してこの称号を与えることができる。しかし、社会的に大きな重要性がある場合は稀に例外も存在する。ありがとうございます。